もう明日なのです。ん、ああ、私たちの命日、今回も同じ顛末なのです。そうかしら。よく似てるけど、いろいろと違うところもあったわ。圭一、前のことを覚えてたし。そんなことはありえないのです。覚えているわけ、いや、知っているわけはないのです。あんたが絶対にありえないと言ってくれればくれるほど。じゃあこれは本当に奇跡なんだって思えるわね。どうせ今回もおしまいです。おしまいかしら。もうすぐ終わる、全部終わる。そう、日暮らしの泣く頃に。イラつく背中を見せるわね。どうせ今回もダメだろうって、そういう哀愁でいっぱいよ。私だってどうせダメだろうと思ってる。でもね、最後のサイコロを投げるまで私は諦めない。圭一が教えてくれた。今回は何かが違うの。だから、それを信じてみる。リカは、本当に強いのです。まあね、あんたよりはずっと若いし。リカ？時間に起きてて、夜更かしはダメでございましてよ。ごめんなさいなのです。寝苦しかったので星を見ていただけなのですよ。もう寝ますです。そうなさいませ。おやすみリカ。おやすみなのです、サトコ。